平成30年11月1日、阿蘇市内の巻のアート地で、現在阿蘇市で芸術作品の制作を行っているアーティスト、ビル・クラプスさんを招いてワークショップが行われました。このワークショップは、アーティスト・イン・阿蘇実行委員会の招聘事業で阿蘇市に滞在し、芸術作品を制作しているアーティストのビル・クラプスさんを囲んで、ビルさんの作品を鑑賞しながら交流を図ろうと、阿蘇市のまちづくり課が開催したものです。阿蘇市内の巻のアート地で行われたワークショップには、市民およそ50人が訪れて、ビルさんがこれまでに発表してきた作品をスライドで鑑賞しながら説明を聞きました。この中でビルさんは、自転車で阿蘇市内を回って収穫の風景を写真撮影しました。カラー写真を白黒写真にして金箔を施した作品を作りますと、阿蘇市での作品作りについて説明していました。最後に意見交換会があり、会場からの阿蘇の自然はどうでしたかの質問に対してビルさんは、阿蘇はとても力強く感じた。また阿蘇の人たちはとても優しかったと答えていました。会場にはビルさんがこれまでに発表してきた作品19点が展示されていて、会場を訪れたワークショップ参加者たちが鑑賞していました。